どうも皆さん始まりました棚原里帆の「のんきにこけっこ」番組ですけれどもおはこんばんにちはおはこんばんにちは土曜日でございますはい私ノーブレイキの歩がお届けしますよろしくお願いしますそしてノーブレイキのブーブーもご一緒にお届けいたしますそして、 KTM の証言も一緒にお放送します。はい。お届けします。お届けします。お届けします。オペレーターは FM 那覇の大くまです。よろしくお願いします。わかりやすい。わかりやすい。さあ、はいよ。髪切っちゃった。だからさあ、もうラジオで見た目の話をするのかどうかなと思うんですよ。非常すごくバッサリいっちゃったね。非常にかわいときめきですよ、本当。 ときめきときめきしてます。だからな、ときめいてるってこと。そうそうそう。これ超いいね。あ本当ですか。ありがとうございます。これは本当このボッキシンを優れる。ボッキシンって言うね。もっと手前の心。通にそうですよすごくいい髪型とかでいい。すごいその一応延長線上にはボッキだけど、ボッキシンを優れる。あのねボブって言うんですか。ボカッパというあはい。 これは、はい、リクエストしてお任せして。あ、でも、これお任せでしたね。大体。めっちゃ似合う。似合う、可愛い。やっぱかわいい人は、どういう髪型しても可愛いな。だって、丸こめでも、多分可愛いと思う。丸坊主。いや、本当に。それよね。確か、ブリトニー・スピアーズさんぐらいがやってませんでした。はい、はい、はい。かわいかったもん、あれ。本当ですか。うん。 あとエイリアの時のシガニウイーバーもベリーショッと短めだったなあでもくすぐりますそれはボ奇シンボキシンはまあ <laughs> うん,うん、うん、丸坊主はちょっとあれかなでも僕はすごくこすってみたいなっていう気持ちとかにはかられますね。<laughs> あ なるほどね。なるほどなんか弾いちゃってますいや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 。僕維新出した本人弾いてますちょっとあの鈴みたいな鳴らして爽やかにしようあれあれいいいい音するんすかちょっとオブジェクトでありウィンドウチャイムちょっと取ってあウィンドウチャイムすいませんちょっと変な話させて。すいませんでしたあすごい。なんか。これ欲しいんですよすごい一気に変わりましたね今 もうもっとった方がいいよこれじゃ今日これ何かあったら鳴らそうよわかりました改めてこれがじゃあ今日のキーポイントミュージックになりますミュージックあでもちょっと軽いなこれもっと重たいやつがあるんですよさあ次のコーナーいきましょうでいけそうじゃないいのああと普段はダサパパが あのー <laughs> おなに<何>お父さん変身企画で<身> <laughs> あ幸せ家族計画幸せ家族計画みたいなやつでなんかビフォーアフターのやつみたいな確かに何か魔法がかかったみたいな気はしますねでもあれだなほんと髪切って可愛く見えてるからこれもまた魔法なのかないやいやいやこれは魔法じゃないですリアルリアル別に失恋したとかそんなんではないないですごめんな発想が落ちたそう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 言われましたでもこれぐらいがすごい素敵ありがとうございますブーブさんも可愛いよありがとう <laughs> ありがとう <laughs> あのあ<ー>僕北海道行ってきました週末あ<ー>はい。はい嫁と二人で <laughs> もっとためそ,そのスピードで言われたらおおって,して,て <laughs> <laughs> いやそんな人ね言うほどのもう個人的なものですからいそうですよあのまあ目的としては、うん、まあ嫁が まあ行ったこととないと僕らはねああノブレーキとして仕事で2回ぐらいお邪魔しててすごいいいところだなっていうのは分かってて、はい、でも世間的にも北海道ってすごい。 海の幸みたたいいいなな感じじでで行きたいじゃないですか嫁がちょっとあ子供がねあの預けれるタイミングだったので、はい、まあ一緒に行こうかっていうのと、うん、僕がいつもやってるゲーム「荒野行動」ですごい仲良くさせてもらってる人が <laughs> スマホゲーム、ね、そうの人たちも北海道の人なんですよこのゲーム上で出会った人ですよそう4名ぐらい向こうで、まあ、友達同士で。 やってるのと僕仲いいんですよ、はい、でその方々から以前ねあのー、鮭とかイクラとかも送ってもらって、はい、北海道の海の幸を送ってもらってるんですよそう、うん、本当に声でしかゲーム内でしか会わない、うん、仲良くない方なんですけど、うん、まあこういう人たちとも会いたいなと思って北海道行こうとオフ会みたいなもの。の嫁と一緒に行ってきましたよ、うんはい、そしたらね、うん、本当に普通に怖い人たちでした あの、声ってと見た目というかは全然違うんだ。もう本当に。あの、すごい相槌も上手で、お話しやすい方がいるんです。リーダー。はいはい。リーダー。あ、じゃ、その人とは電話とかですか。あ、電話とかもない。もゲームで。スカイプっていうの。スカイまあ、ゲーム内に。そう、ゲーム内に、まあ、その機能がついてて、だから、敵右右右。いや、来た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 とかっていうぐらいの。会話から、まあ、沖縄で何してるのとか。そのゲームは、この。 操作するプレイヤーが同士でこうオンラインでままああ倒し合うみたいなね銃でそそうう5名チームぐらいだからね物陰に隠れたりあ力くるよくるよみたいなのを言合うんですよえっそれが聞こえるそそうるし言えるしそううううそそそその声しか聞いてなかったそうですごい大人40歳ぐらいの方だったかなま平均大体35から40歳ぐらいの方々であったらねちょっとヤンキーでしたね怖い人たちってそういうこと 本当にちゃんと怖い人たちでしたであの聞いたらいろいろお酒飲みながらわっていろいろね今までの人生振り返るみたいな思い出トークみたいなあるじゃないですか沖縄でどんな感じだったのとか僕芸人は伏せてたんですよずっと芸人やってるっていうのは言ってないんますずっと多分分あちかってないいと思ます っていうのでまあ普通に沖縄で、まあ、働いてますみたいな話でああああで高校の頃やらね今までに至るいろいろな、まあ、プライベートな話をいろいろさらけ出して「うん、わあや遊んでるね沖縄であそちらさんはどうなんですか?へー」へて「えはあ結構やんちゃされてますね」っていう感じのへ<ー>もうええ。へー その時嫁はどこに縛られてるのどこで <laughs>？縛られてない。自由です。あ自由？自由です。おん口もちゃんと喋れます。<laughs> <由>ああそうです。一人質に取られてたわけじゃない。あでもいい人たちです。今現在はいい人たちで、あの普通の人たちで,たちで、えー。なるほどな。見た目もじゃあその名残があるんだ。はい。だ9時あ8時9時ぐらいから飲んで朝3時ぐらいまで一緒に飲んでましたね。えー まあ、いかつい人たちってことね。そうですね。まあ、いかつくない方もいますけど。ムステッカー貼ってる人。あ、そうですね。あの、ROK 系ですね。ROK 系ってなんか。ROK をよく聞いて。見た目がいかついけど、優しい人たちみたいな感じでね。もっとなんか、ね、普通、普通何が普通かわかんないですけど、もうちょいなんかね、カジュアルな方かなと思ったら、あ、ちゃんとこういい。びっくりしましたもん。声とのギャップがあったってことあった、あった、あった、おしゃべりする内容とかもさ。ええと。 で、まあ、それが初日。あ、初日、そうですね。まあ、これで丸一日潰れてというか、え、つい、空港からついて、お酒飲んで、朝まで飲んで。あ、で、次の日は、まあ、もう、僕も二回目なんですけど、藻岩いま、藻岩山。藻岩山。何、何ですか。いや、あの。前回、北海道に仕事で行った時に、一人でなんか山行ってたんですよ、こいつ。一人で。僕はもう一人で、ぐるぐる回りたくて。ロープウェイみたいなやつ。へえ。 北海道の山。はい。ですか。これも、あの、酔っ払いから聞いたと、やつなんですよ。は、はがない,い、がない酔っ払いのおじさんから、あの、北海道のおすすめないですかって聞いたときに、はい、あ、いあの、山いいよ。って言われて行ったんですよ。もう岩山。<laughs> もう岩山なんです。よ。もう岩山。も岩山。うん、本当に札幌すすきのから、電車で4、四五十分。ええー、と。 四五十巻知らん土地で移動できる俺できんな怖いな。近いよ。で、こいう、その時前、だいぶ前ね、四五年、三四年ぐらい前、に行ってきたと。っていう話は、なんとか覚えてて、で、今回北海道行って、また行ってきたんだ。そう、嫁を連れて行きたかったんです。よ森岩山に。け、森岩山に。ロープウェイ乗ってさ。そんな景色が見えるってこと?。景色見えますね。で、あの、でも、雪、ちょうど雪も降ってて、もう、白銀。 え、白銀とはまさにこのことなんだなって白い銀世界が広がってるんだね雪は降ってるけどたまに晴れあの太陽お日様が見えるんですよいいねいいねでちょっとその積もった雪が溶けてあキラキラして白銀ですよだから白銀って見たことあるないな銀なのか白なのかわからんさ漢字にしたらよ銀なのか白なのかわからんかったけどどうだったの景色は白銀ま白銀という色がある 白銀色っていうのがあるってこと白銀の世界でさ。嫁もすごい喜んで。ファイアッなんでも。白銀だ俺、分からんけど、見た目はやばいやつはそれ。声では確かに分からんよ。その声はでも大体見た目悪いやつで。歯が大きいやつで。歯が相当大きい人で。で、見せて。で、 いわも岩湯までほんと4時間ぐらいいましたよああなるほどロープウェイで登ってただ山頂行ってぐるぐるバーって見るだけなんですけどもう雪ほんとに寒くなかった寒いね長時間入れたんだね一応山にねマイナス4度ぐらいでしたへえ寒いけどビンとこないな私も来ないでどれぐらい寒いものかってビンタされたぐらいビンタしていいまず1回ビンタ いやダメダメ <laughs> ビンタしてビンタした瞬間じゃんビンタし終わった後のヒリヒリがあるさそれ熱いさあ,<ー>だあれじゃあれだからもう逆に熱い痛いのはあ、痛いんだマイナス4度はもう痛いもう痛いよほんと痛いよ <laughs> うまあ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 そんな感じでしょうねで1日2日目か。他他 あで夜は <laughs> 全然中身スカスカというかなんか一個一個が重たいな <laughs> 確かに長い長ですね。何 <laughs> ていうのでは本当にポンポンポンっていったんだよああああそれで,、ね、で夜はジンギスカン食べてお,<ー>おあ札幌ビール園 これも連れてってもらったんですけど修学旅行生みたいなブランディングですねただお前は何かあれだろ福岡行ってラーメン食べずにとかまあうどんね僕はもうベタなところ攻めましたからラーメンもちゃんと食べましたよ札幌のラーメン味噌ねチジレメンですよね全部うまい ジンギスカン食べて、これもじゃあ有名なとこ行ったんですか。そう、札幌ビール園って言って、だから元々の札幌工場があったのを今もビール園として、ビール飲みながらジンギスカンが食べれるところなんですよ。あ、はいはい。もうすごいよもう、こっちも白銀だわけ。はゆ積もって、なんて言えばいいのかな。作りとしては、カヌーチャを持ってください。カヌーチャ、あ、カヌーチャ、ベイ。うん。敷地内に道路があって、右左に。 えー、宿泊施設みたいなののがあるのそれが全部か、えー、ジンギスカン食べれる場所なの。へ<ー>で一回受付みたいなあの建物に行くのねホテルでいうチェックインみたいのして,してあの移動してあのご飯食べるところに行くのジンギスカン。は<ー>で場所によってブッフェスタイルだったりコース料理だったり、うん、食べ放題。ビフェな <laughs> っていうのがあるわけ全部飲み物はもちろん札幌ビールああうまいね恵比寿だったりなんだクラシックえびクラシックビールはい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 飲いは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 いいはいはいはいいはいいくいはいいいはいいい <laughs> い,やいやいやもう <laughs> もうまあまあ調べてもらったら多分で、えー、あでもコースがいろいろあったから、うん、た今ツイキャスで札幌ビール園の絵ですかね,ああそすねこれ、えー、ちょっともう一回出しましょう、ね、すごいですねこんなところがあるんですね <laughs> そうなこれがまた札幌キリンビールもあるのよ市内からどれぐらいなんですかえー、でもあもうもう 十五分タクシーで十五分十分十五分これキリンビールさんもあったりああはいはいはいえっと沖縄にもあったね沖縄ビール園みたいのがあったねあれとはまた違うなあれとは全然違うなあでも潰れたんかねうん全然違うなあれはただビールは関係者が飛んだらしいななんかいろいろ大人の事情でオリジン絡みのイベントあったよねありましたねそうそうあのオリジンの卒業生がそこまで言わなように立ち上げてそこまで言わんようにしてたやしお前方したんだろお前 業者が困ってるらしいな。ええどこ行ったんだろう。あの希望がこのところにあったんだあったです。ちら焼肉ももちろんジンギスカンも食べれるし、ビールも。もうあのだからビール園がもうワン施設。ああはいはい。でそれが三三つ四つあるわけ。でジンギスカン食べて食べて、食べ終わったのがまあ九時ホテルついた。カニカニカニは北海道。カニねカニねあのね高かった。 いやい一応さだから一応旅行だからまあある程度の奮発まあだから10万はないですけどそれぐらい使う覚悟まで行くのに結構なお金かかるそうでもまあ旅先だから普段はなかなかできないそうよ贅沢もしようやもちろんしたよしたよいろいろしたよだこの飲みもさ一日目の飲みもさ2人でも2万ぐらい飛んで2万円分 んしかもでも朝9時ぐらいからよ、うん、あの3時ぐらいまでだよ夜の9時から3時まで <laughs> そんな45時から朝まで飲んだわけじゃないよいなん6時間ぐらい2万トンでさ、うんえー、もうにりたわけ。 ええ、騙されてませんか?。でお土産も買うという検査。いや、かねその向こうの人に、あの。多く払わされた。んまあ、まあ、まあ。あ、そんなことないけどね。海鮮丼とか。あ、でも、そう、ちゃんとご飯も食べたんだよ。海鮮丼。あ、完成、海鮮丼も。食べた、食べた。もうベタなのは全部食べた。ラーメンも食べた。ラーメンを食べた。何ラーメン。ええ。っとね。せ、み、み、み、味噌、背脂。 味噌油のっていうラーメンを食べただからおすすめ北海道行ったらぜひここ行ってみてはどうですかみたいな話を聞きたいのよ。いやもうだからそういうところに行ってきたから。えー、<laughs> なるほどね 別にツーが行くようなところ行ってないわけ。でも確かに今モイワヤマすごい行きたくなりました。すごい、まあ五百五十標高五百五十メーターで、すごい高くは聞こえないんだけど登ったらすごいわけ。耳もキーンとするわけ。ああはいはい。気圧影響でな。でロープウェイもまあ本当に五分ぐらいの、五分六分ぐらいの結構登るんだね。すごいきれい。ありがとうございます。あ、何ですか。あ、お客様がいらっしゃって。ありがとうございます。何でサッあ札幌から来ました。ええ。あありがとうございます。 ああ、そうなんですかええ。えー僕昨日札幌から帰ってきたんですよはいラジオってすごいえーラジオってすごいねすごいですねん萌岩山萌岩山萌岩山の駅の近くに住まれてる。すごいすごいキース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 ありがとうございますこんな運命的なまた行きますんで萌岩山わざわざありがとうございますわ 北海道から観光でいらした方がわざわざ車止めて今目の前に。うわあ、すごい。ごいええー、北海道帰るわけですよね。そ,そっか。なんかすごいな。ね、まあ、沖縄楽しんでください、ね。<laughs> そうですね。はい、えー、本当に。

すごい。あ、そうなんだ。はい。モイワの景色があの北海道というか札幌のこの市内を見渡せる、えー、この何億ドルかの景色みたいな,やつな,な。そう。日本三大夜景です、うん。あ、これ画像寄ったらブーブさんたちいるんじゃないですか。いないいない。ああでも探したら、ね、しい,いるかもな、ね、この夜景のどっかに。<laughs> 三大夜景って知ってますか、しょう。三大夜景。ちなみに、一つ目が今の藻岩山。藻岩山、藻岩山時点でも、わからないですね。二つ目はあれですよ、首里の金城町から見える。違うだろ、松城中の方ですよ。あっち綺麗です。ああ、四角、四角、多くないですか。あのう、字の。カーブの一番上ですわ。な、一面だけ綺麗だ。あ、じゃ、き。三百六十度じゃないだろ、あれ。四十度くらいじゃない。景色見れるの。狭い。三つ目はね、那覇市民会館の裏。裏手のほうに。 全部お前 <laughs> そっからね上間としきなが綺麗に見えるんですよね。<ー>北海道一個であと種里な。<laughs> <に>残り二つ種里。<laughs> もっとあるはず。でえっ、ー、と二泊三日ですか。二泊三日。ああ。あと他にジンギスカンラーメンとまあなんか。ジンギスカンラーメン海鮮丼。海鮮丼。あでもこんなもんですよ。おタルとか行ってないんですか。ちょうどね。行ってない行ってない。ないあのー、すごい寒波が。 あの来てた時期じゃないかたっあああ先週だねそれは先週もうマイナス11度の世界<ー>最高がマイナス11度って言われて,<ー>われて僕の時はマイナス ちょううどど度度とかかマイナス0度ぐらいの前後ででした、ね、どうですか嫁と旅行に行ってね、うん、あの普段なかなかできない、ね、サービスですよね家族サービス的なところもまあまあ嫁とだけですか、ねうん、のだからその何ていうんですか現実世界非現実に行くわけじゃないですか旅行だなんて、うん、沖縄に帰ってきてすぐ沖縄が押し寄せてくるわけじゃないですか、うん、北海道にいたのに<ー>俺ねいやでもちょっとごめんなさい今ねだから嫁とのいい話かもしれないですけどもう嫁に腹立ってね、えー、1個あるんですよ 北海道飛行機からね降りる瞬間の通路あるじゃないですかその通路ってその現地の気温が分かるところじゃないですか空気が変わりますね北海道行く前から「ゼロ度」って知ってるんですよ。北海道がゼロ度だで着くでしょ「どあくでしょどうぞ」って言って出るでしょすぐ寒いって言ったわけ。 <laughs> いやもう寒いさそれは <laughs> いやいやいいじゃないですかあ, <laughs> あれね分かった分かった今お前の嫁の性格というか、うん、普通だったら「うわー寒い!」じゃないんでしょ寒みたいな、ね、あうん違うそれで一発目の寒「寒<え>」だけもうだから「うわーえー、寒い!だ」だいいじゃないですかいいやいや喜んでるんだいやだから, <laughs> だ,からだって「寒いさ」だってそうださ「ゼロ度」うん、って,ってき知ってるさ。 っていうのがまずあるわけまあでもこっから北海道だからまあよしよししましょう北海道から沖縄帰ってきた時ですよもう腹立って言うでしょいやいや暑いさそりゃ言うでしょえゼロ度からだよはい0度あ東京経由してきてますけど沖縄からでそれ暑いさいいじゃないもういっちゃいかんさ俺なんか夫婦なんて福岡だ沖縄かんもう二人でそれ言ってたよ 寒いととか。か。北海道ではまだいいでしょ僕も言いました寒いねって沖縄帰ってきてから暑いは絶対ダメベタだよねってことだって周りの人もいるさ周りの人も同じところから来て同じところに降りてるわけですよ周りの人全然言わないよ別に言わないけど なんで言うのだから。<laughs> いいもうそここれはそう大きたのに。<laughs> 一度じゃあコマーシャル行かせないけどね。<laughs> もうこれがねいや本当。何が正解なんだろう。楽しい思い出だったのが全部大変しだ。でお前この話してずっと汗かいてるからな。暑いよ。暑 <laughs> いって言っ,言っちゃってる。<laughs> CM です。この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。 いやああ、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。ちょっと待てあ,あこの声はちょっと待てすぐ行くからな。今、ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いの。まだですかもうちょっと待てそういえば、シャンプーも気ですな。すぐ行くぞ洗剤も安いのいや、早く来い良い品をいつも安くビッグワン78.0

あずっとこの話 <laughs>、ね、だからいいだからね戻るけどだ,だベタよ嫁北海道行くって分かってるのに北海道行って寒いって言うなと<ー> 1>, 1回目ならまだいいけど2回目ずっとずっと寒い寒い言うなってことでしょうだから店内から、うん、店内でご飯食べて外出るときに寒とか <laughs> いやいやだ寒いさそれはだから普通に歩いててふぶいてね雪が降ってきたわーうわー寒いだったらいいのよ 「寒い」という3文字をもっと大事に使えたやそうじゃないいやでも本当そうよそうではないですあってた2回か3回よ1日そんな10回も20回も言われたらもう寒くなくなっちゃうよこっちはで沖縄での「暑い」というカードは着るなということですよね沖縄から着てるしななるほどまあっていうはい ちょっといいの、じゃあれですか?。っていうところだ。嫁は北海道で一緒だったけども、全然勃起心はくすぐられなかったんですか?。しないね。しないね、私。しないでじゃない。ぐられなかったね。ああ。もう、ダンスしたいぐらいでした逆に。ダンス心がくすぐられるの、怖いけど。っいうことで、お土産を買ってまいりました。ありがとうございます。すみませんね。いや、でも、僕も食べたいやつ。北海道だ。あの、アイムさんの前回のに。 ちょっと引っ張られて前回なんでしたっけ福岡でいただいたアッパリシャンじゃなくてアッパリーシャンじゃなくておしゃれみたいなお料料あお料だかまぼこでしたっけかまぼこですね明太たチーズかまぼこめっちゃ美味しかったですちょっと似てるやつでわこれこれもうまそうだな全然開けきれいでしょごたごたしてあのね佐藤水産 っていうところで買ったんですけど佐藤ね佐藤水産佐藤水産すごい本当と何でも試食できるわけへーいくらとかもあ、そういう街買い物するとこそうあの本当に自社ビルじゃないですけどそこにあっていくらも試食できるのよへーサーモンとかもいくら食いたいなだビール持ってあそこで時間潰せるわけいいのそれいやダメだとは思うけどいやめっちゃ嫌だけどそれすごいカニとかも食べれてええ。 まあまというところでいろいろ買って、これ僕一番目についた。試食したんですかこれ？なかった。これはなかったわけ。なだえー、えホタテチーズ。お<ー>お。美味しいな。なバックされてて、このちちっちゃいチーズのね本当に親指ぐらいのチーズに小指ぐらいのホタテが乗ってる。つくびみたいだな。こんなつくびのやついるよな。<laughs> いるな。ない。やめて。<laughs> いる<か>な <laughs> 乳飲合わせてこれぐらいみたいな。ふにゃふにゃしてる。ふにゃふにゃタイプ。あぜひ食べてみてください。僕も一個食べていいですか。あ,ありがとうございます。はい はい、いただきますでははい食させていただきたいと思います <laughs> これ絶対おいしいと思う、ね、ホタテもねあの、うん、醤油漬けされてると思うこの色一つ一つがちゃんと真空で封をされてるわけですね、うんうん、なんかこのデザイン本当に斬新ですよね なんかもっとなんだろう。ちかだから、なんか乳首みたいにしなくてももっといい方法があったんじゃないか。なんかこれじゃ欲はないってことか。このデザインがあんま気に食わん。いただきます。いただきます。はい。これ美味しいと思う。めっちゃうまい。うまん。あうま。めっちゃうまい。すぐわかる。口に入れた瞬間からわかる。へえ。なな。

職場の人にもこれあげたんですよ。朝ね。で、僕今日帰る時。同じもの。同じもの。と、これと、あと、イカのチーズも。誰一人俺にありがとう言わなかったっすね。お前もだわけ。本当あげたくない。ありがとうは言わんといけないな。絶対な。本当美味しかったよ、長浜さん。っついや、ありがとうが欲しいために、あげてるわけじゃないですけどね。もう僕が休んでる間、迷惑かけてるからっていう気持ちもあるけど。 前までお菓子とかだったんですけど、うん、こんな美味しいのあげてさ俺さ、<laughs> ありがとう言われないんだ安くはないもん安くないよ、うんうん、安くないですよねホタテついてるから、ね、これうまいな美味 <laughs> <の>しいですねもらった時にだからありがとうって言ってそれで言った気に、うん 言ったきというかさまあその一回でお礼としたんじゃね私は習慣は言うでしょさすがにあげたえだ僕はあの朝出たあげ出勤したらねこれあげジムの方にすいません僕北海道行ってきたんでこれ皆さんで食べてくださいって言って渡したんですよジムの方わかりましたありがとうございますって言ってるしいやこの人ね。はねこの人一人あげたわけじゃないからみんなで食べてくださいねってこれ二パックよそうよね じゃあベベさんからって言ってないのかもしれないですねもしかしたらその事務の人が私からって言ってるかもしれない 私ね、北海道行ってきたのさ、実は。その可能性もあるわけ。食べて、ああ、俺のすごいってえ、行ってきたんすかみたいな。あ、めっちゃうまいみあなるほどね。あ、じゃもうちょいしたら、永浜さん、永浜さん、あの、ホタテのやつ食べましたって聞かれるはずな。ん同じ同僚。そうそうそう。リムの何々さんが伸ばってましたけど。あれ、おいしいっすよ。永浜さん、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  これどうやって怒るして俺から言ういやあれ俺ですよって言えんもん言えんもう言えんよもう言えんいやいやえ何それみたいになるよないや本当ありがとうございますたありがとうございました美味しかっためっちゃうまいなこのチーズホタテホタテチーズこれチーズ進むぜこれいやチーズだから お酒でしょ。お酒が進む。チーズ進む。これとチーズホタテとチーズ食いたいね。チーズもうこれチーズ入ってる。斬新すぎてよくわからない。ホタテの味が強いからもっとチーズ。ホタテとチーズのバランスが相性がめちゃくちゃいい。あもうこれ自体でもいいわけね。チーズは十分だけど。めっちゃ美味しいこれ。チーズ進む。お酒だ。ビールとか。日本酒じゃないの。ツイキャスでも。配信中でございます。のぞさんから。うん。ツイキャスで。 しょうこちゃん髪切って可愛くなってるありがとうございますツイキャスアプリでねまあ動画も配信中なのでしょうこちゃんの髪型見てですねぜひぼっきしンを心ぐらい女性はまた違うでしょうねくすぐられてたらいい女性はじゃあ学ぶというかこういうのがぼっきしんくすぐるんだっていう勉強というかよりなんか生贄感が強くなったああ美味しいちょっとでもこのチーズマジで後で もらえますねまた。あ、もらったからさ。あ、ありがとうございます。あと一個食べていいですか僕？じゃあメールきましょう。ま、青いオンブヒモです。あとあと。青いオンブヒモさんから。はい、ありがとうございます。前に対して仲良くない女友達から披露宴の招待の話あありましたね。もう覚えていますか？覚えてます。イカン方がいいよってアドバイスしてそう。変な理由つけて断れ、そして。 脱もそうそうそうアイラインも予約したからラスト1回みたいなラスト1回があるから行けないっていう理由で断りなさいそしたら向こうも察するよっていうアドバイスをしたと思います実は1週間後その女友達から「あのさ同級生の○○の連絡先知らない?」と SMS ショートメッセージで来ましたと。 うん、個人メールねこいつ招待する人があんまりいないから先埋めるために同級生を片っ端から誘ってるんだなと冊し <laughs>、うん、その子の連絡先知らないよあと6月長期で出張入る予定だから披露宴行けないごめんね<ー>と返信、はい言い,い返し。 すると了解とだけ来て終わりましたこういう顔を持ちスラッシュみたいなやつね手がスラッシュになって私のあの悩みは何だったのでしょうかちなみに私の仲のいい友達はみんな何年も連絡取ってないから電話かメールで行けないと返事したよとだってさ行ったらどんな席に座らされていたのか。では報告でしたそう 親族の席だった可能性も人少なすぎねでもねこの友達は僕はんかすごく漠然としてますがかわいいと思います誘った方が女友達少ないってことでしょまあそうですよね結構男優先だからかわいいと思いますこの人は。 なんか想像できましたこの絵文字漢字も天然で送ってるっていうそうそう男系はいい美人みたいな女からは嫌われてるけどわかります俺は美人になれなかった不細工だと思うなどういうことになななれかったた絵本みいだから一軍には在籍してるけどあくまでなんていうの サポサポート役というか、うん、あ、俺結構一まあまあ一軍の中のサポートというか。うん、か一軍でもないけど、<う>二軍でもないけど。うん 三軍の隅にいる地味だけど男子にモテる可愛い女のいやいやそこまでじゃい。俺結構一軍の真ん中ぐらいだと思うよもちろん立ち位置はねそうなんだけど実際は三軍三軍顔というか一番友達が多いのは一軍だけどな一軍のトップが一番友達多いからなそうそうそうはもちろんもちろんで2番目に友達が多いのが一軍と二軍の間を行き来してる人が友達多いからな橋渡しで一軍の真ん中の方のやつは友達少ないよ 上にも上がれんし下からも下が差別化したいからね自分の中で二軍と遊ばないよっていうそうそう軍からも人気ないつまり一軍の真ん中の女です結婚おめでとうそうだね顔がでも問題だなでもこんなデリカシーがないのはやっぱブスだよ心がなうん顔も美人に決めつけるね美人はねみんな優しいもん まあ、ほマレももちろんいますけど、うん、ブスサイクがねほとんどイジョルボーイそうだね <laughs> うん <laughs>、うん、<laughs> この比率ねあ今まで出会った中でそんなもん美人の中でも性格悪い人もいればイケメンでもだから美人苦手なんですよ、うん、あのプライドの高い美人うんプライドの高いというかなんか 私は基本的にはもう代理店の上の人としか喋れませんみたいな美人ね。こいつよ。ちょくちょく出てくる。あと前よ営業の。説明言ったもん、こいつ。いや、嫌いですから、俺だから。僕の芸能界でのモチベーションは、僕の芸能界でのモチベーションは、国平を偉くなって怒るっていうね。 モチベーションなんですよ多分ポッドキャストでカットされてますよねもう3年4年前ぐらいにこいつねもういったありますよっつって本当にいやいや申し訳ないけど劣等感もあるんです自分のことがすごく惨めになる美人は苦手ってことですミラピッチとかめっちゃ 俺あったけどめっちゃ美人だったけど、はい、劣等感を抱かせることなかったから、ね、仕事だからだろ<ー>お互いあんなに美人なのにプライベートのミラジョボはプライベートのミラジョボはわからんぞいやいやいや,いや でも確かに女優感出してる可能性もありますよね。そうねプライベートは。昔から出してないあの人は。でもだからブラジャーも知らなかったのに。ブラジャーも知らなかった。ブラジャーも知らなかった。ブラジャーかなりもういい人かな。いつでも行け O K みたいな。そんなことある。だから俺が好きな美人はあの自分で可愛いって気づいてない人。ああ。そんなのんみなそうよ。いないと思いますね。例えばしょうこちゃんとか俺すごい好きなんです。い家国は自分で美人って思ってる。そう思ってるんですよ。 がもし思ってんかったらだからこんなかわいい髪型にした時点でもう俺の中でないわけなんでお前の髪ボサボサで思考もいっぱいたまってたりしたらコーディネートしたいそうお前めっちゃ可愛いぜだから磨きたいわけ原石原石が好きなんだじゃあそれが彼女だったらいいですよね あそうそうそう彼女だったらねただの赤の他人だったら赤の他人でもいいよいやダメですよ絶対翔子ちゃんがもし爪も黒くてあのヒングが溜まってて思考もいっぱい溜まってて車屋で働いてくる絵が黒い人は大体オイル触ってる人とかだからもうそれ漫画とかの見すぎだと思いますよすをね払ってあげたよ指そんな人いないからポンポンってやったらいたら絶対うん綺麗と思わないですからそういう人はうん。そういうのがタイプであるんですけどああ 私の実名があるやつはもう二度と聞けないんですねそうもう今は言わないでしょうね、うん、今はもうほぼ僕もある程度大人になってますからあの時もだいぶ大人だったけどな <laughs> 確かに三年前って最近ですよね面白かったんですよ僕がだからそいつのこと嫌いっていうのを知ってる友達がいてね、うん、友達がいう芸人なんですけど、うん、芸人の友達みたいな芸人がいるんですけど、はい、こいつがあの今ねス iPhone でね、うん、動画撮れるんですよ 操作してるそのまんまのゲーム配信とかできるというかあ iPhone の操作してる画面を動画化できるってことねそうそうそうあのスクリーンショットを動画化できるってことねスクリーンショット動画で撮れるんですよはい朝この友達から LINE が来て動画なんですよ結構長めのなんかこれって見てたらそのそいつが自分のスマホを操作して俺の嫌いなやつに のツイッターまで飛んでって、はい、<laughs> こいつこの子の記事をスパム報告するっていう動画だったもう最低だよお前一度しよ心すごいなんかやっぱ腹立つ内容だったんですそれまあでもあゆはそれぐらいすごい屈辱的な行為をされたというのは聞いてるわけうん,うんまあでも一応この有名なのよ、うん、カンカンへま有名というか囚人陸って漫画わかる わかりません「囚人陸」って漫画で特級刑務所つって刑務所しかない島に無実の罪で収監されるんですけどもカンカン踊りっていうやつがあって口をあって当ててベロ出して裸で踊るんですよ。こここれいいいじめでで持っってなななかややぱどどんんにに悪つ あの威勢を虚勢を張ってるやつでも、うん、そこでやっぱ心折れてしまうらしいねお前の嫌いな人の話をどういったの <laughs> だから僕はもうそのカンカン踊りをさせられたみたいなぐらいの,屈辱のあ<ー>あ監修,に、ね、で監修が嫌いってことねそう、うん、監修が嫌いだ監修がだからその,その方だけその女優さんだわ <laughs> あそあいいんですよ引き出そうとしなくて言いませんよ <laughs> 僕は <laughs> い,やいいいやです僕も言わないでほしいですよ <laughs> じゃ 北海道も行ってきて僕もね、はい、あのトピックスありますから嫁とね普通に話しててバンドマンの友達がいるんですけども、うん、その子がライブがあるから差し入れ何がいいかなっていう何気ない会話をしてたら、はい、嫁とそのバンドに持っていく差し入れの話をしていたわけねそしたら嫁がバンドマンってでもやりちんだよねみたいな。 話あああてまままイメージはりすよねだからこれってやっぱイメージじゃないですかそうじゃない人も間違いなくいるのは分かりますけどこれ自分の中で考えたんですよバーってなぜバンドマンがエリチンって言われているか遊びよくね女性をその元祖音楽を始めた元祖のやつが女性を口説くときに「俺バンドマンなんだぜ」って言ったからだと思うんですよ。 要は「やりちん」って言われてる職業って、はい、みんなその肩書きでエッチしてるんですよ。うん、はあうんうんあると思います。意味わかりますわかります。だから例えば<の>俺芸人やってるんだ、うん、やりちんのイメージじゃないですか芸人。まあお女性とよく飲んで遊んでるイメージはありますね俺ビックリドンキーと配膳してるんだよね。<laughs> びっくりドンキーの店員でやりちんのイメージありますないです。そうただびっくりドンキーのやりちんは俺びっくりドンキーのエリアマネージャーやってるんだぜってやつはやりちんなんですよ。エリマネぐらいからもうやりちんなんですよ。ああまあ役職ってことね。やりちんっていうのは肩書きを語るからなんですよ。はいはいはい。わかりましたうん、わかりました。っていう話をまだ社長ってことね。嫁に言えば。だからバンドマン全員がやりちんじゃない。肩書きを名乗るようなやつがやりちんなんだよっていう話をして。 だからその名乗るやつがバンドマンが多いってことでしょう。だからイコールやりちんそうですよね。なんですかその態度は？違う違う違う。なんですかその態度は？それを踏まえた上での会話をしたかったな。あ、そうですね。腕組んで人の話をバカにして。いやしないしない。真面目に聞いて。ヤがおかしいよ。おかしいよ。頭おかしいよ。っていうこと。あ、サンビデオで。それで写真料どうしたの？ 差し入れ。差しは何したの、栄養ドリンク。あ、まだまだ決めてないです。あ、競争そこじゃないだろ。そのことだと思ったてる。差し入れ何にするっていうの、そうなの。だからバンドマンだから、勢力競争剤でいいんじゃないみたいなとこに。何言ってんだ、君は。え、どうしたんだ。あ、でも三ビってありますよね。あ、はいはいはい、なんで三 b ー。やめといた方がいい、彼氏にしちゃいけない、三大 B って。お、何?。ホズキ。ホズキ。 美容師、ブルーノマーズ <laughs> <laughs> ブルーノマーズ 1B が遠,遠いな、少ないし笑っちゃった希少だなワロタブルーノマーズっていう歌手ですよ<あ>あアメリカの,の名前ね。全然知らんなお前アシャルティーで終わってるだろお前

美容師美容師あまあ美容師もチャラチャラしてる感じするねバンドマンバンドマンあと一個のビースねバスケットボーラーバスケットボーラーって言わんだろバスケットボーラーって言えんなんだろいやなさそうバンド入ってたっけバンドバンド美容師僕はさっきボケでブルーマンズって言いましたね何だと思いますかえ B

そうだなピアスもボディピアスもやってたもんな,なボディピアス,ピアス <laughs> そうだほんと性格上性格でいえば美容師に行ってもおかしくなかったんです手先もまあ器用な方がい、うん、いそうです、ね、まあ芸人ですけどで僕バーテンですからね BBB、うん、だブーブーよりブーブーやしお前そうそうそうそ BB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  <laughs> <laughs> だもんね恐ろしい それ受け止めてる嫁がすごいよねうんそうですねでも三つ合わさったらもうゼロみたいなもんなんじゃない結局ねそうか女性の方もねキングスライム的な発想何なのか分かんないけどうん。らしいですよ女性はないの逆え女性はなんていうだから付き合っちゃいけない女性3代 B じゃないけどあ、それは聞いたことないねですよねえ？保育士は絶対いい ななんて憧れではあるよな保育士看護師保育士看護師はでも結構飲み,飲み方が荒いよ酒の飲み方がえそうなんですか、うん、普段抑制して大人,ぶ大人としてちゃんと鏡で、えー、子供たちの前で立ってる分<ー>酒飲む大体分かる俺もなんか歩がまあ言ってさ<ー>排泄物を扱う女性は性に疎いというか。 っていうふうにああなるほどそのあのなんんていうですか研究結果も出てますだから看護師とかもねそれは性に奔放ってことですかそうその汚らわしいものというかその意識がないそかあもう男性と性行為なんてっていう気持ちも多いさやらないというかこういう恥じらいがあるややっぱり好きな人とっていうのはあるけどそうじゃないハードルがぐっと下がるらしいよ っていうまあ僕の勝手な解釈よ。研究結果ですもんね。個人の。一番でもかそうなちこれはウェブサイトでまあ出てきたんですけど、ダメ男三 B に続く付き合ったら大変な女三 K。K。なんで。看護師看護師？あ二つください二つ。はい。えーと。 なるほどでもえじゃあ一つ看護師さんは確かに、ねね、イメージと違うって話聞きますね例えば怪我、風邪なんかひいた時に看護師さんってすごい看,ごい看病してくれそうな、はい、やっぱ甘えれそうなイメージあるじゃないですかうん、うん、でも意外とあれらしいよ。 あののこバイタル下がってるから今何もしないでみたいな。専門用語リアルに仕事も忙しいしストレスもたまると逆に看護しないとあげないといけないぐらいってことね大変このサイトいわく大変ですと。でもう一つ K キャバ嬢あそりゃそうだね。 ここのサイトすごいなマジでメンヘラ多いから8割メンヘラだからまあそのパターンもあるし要はやっぱ同伴に行くじゃないですか人気のキャバ嬢と付き合のね、それは内緒にされるわけですしだから結局どこで何やってるか本当に信用とかね僕キャバ嬢と付き合ったことあるんでわかるんですね僕一回ね。 キャバ元カノキャバ嬢働いてるお店にね先輩連れてったらねその先輩がね俺と付き合ってるの知ってるのにね手とか繋ぐんですよお店へえおしゃあないな嫌でしたよ嫌ですねいや嫌な話心が痛い嫌でしたよいや本当に嫌もう一つの毛あこれやってましょうちょっと出ないかもしれないねまあまあでもカントリーカントリーもしくは セバカスがあってな、あの茶茶色の髪を三つ編みしてる系な。そっち。がなんかグループもありましたね。あそっち。そっちでもいいし、あどっちでも。あ俺本当にカントリーで働いてる娘と思ったな。もあのハロプロのね。みたいなのだそっちもそうだし、カントリー娘あのむあの三つ編みの方でもいいの。はい。ツイキャストンコツシュさんから観光庁の人。ああまあまあでもね。はい。公務員。 あ、そうそうそえー、そんなか近いというかこの職業が要はプライドが高い職業だからやめておけっていうふうに書いてますね。ぁこ,これエンサル完了でないかなキ。キーですかキー,えーっと、kk だから日本語なんだけどこれもカーダーしましょう構成だった <laughs> あ一文字ください一文字えー、キーはいもうわかりました<ー>待て待て待て本当うん わかりました。はい、答えてみて。次小さいまなんとかですよね。当たりだ。はずれだったらお前貧乏からなわ着。ケムシルよ。髪の毛。髪の毛。いやだいやだ。俺それはめて持ってから。で自信あります。本当？はい。ケケの楽員押すからな。あの神が支配してた。何？シナよくわかんないですけど。いいですか？はい。せのキャビアテン店だと。当たりで。やー。CA さんね。CA さん。そっ まあプライドこれまた忙しくてストレスたまるし、うんうん、すごいプライドが高いとか、うんうん、あの、そうだね。<ー>この CA 自体が競争競争社会の中にいるから大変だというふうに分析してる。視聴とかだもんね。あの周りはお金持っている男性ばっかりだから CA の空港内の移動たまらんような。 ああ、おしゃべりしながらね、三名ぐらいで、c 恵同士が。わかります。喋ってるなんかね、多分どこどこどこの前、何々の勝者マンと合コンしたんだよね、みたいな。いや、さっきの貴重、着陸下手だったね、とか。私、本当。転んじゃうと思ったわよ。絶対し。なるほどね。こうやって見ると、やっぱちょっとストレスがたまりやすい仕事とか、そういう競争。 社会の中にいると大変だという,う女性はね分析されていますね。なるほどねじゃあ逆に一番結婚した方がいいというのはこの競争社会にいないノンストレスそうな女性を選ぶといいんだな。確かに。それで言ったらもうフリーターとかじゃないですかね。まあそう。あでもダメです仕事じゃないから。ガ,ガーデニングガーデニングで食べてる人とかじゃ。<laughs> ああ、でガーデニングも大変か。<laughs> そ,そのストレスで言うとコールセンターと僕あの。<laughs> コうちのジートも大変よ。はい。 奥さんと喧嘩するタイミングって、なんか帰ってきてすぐのことが多いな。ああ、ずっと一緒にいてじゃなく。じゃなくって、だから、なんか、えー、多分仕事終わりとかで、ちょっと、い、い、イライラではないんだけど。うそう、その帰ってきた、なんか、この疲れてる勢いで、なんか喧嘩してる,気がしてるねまあ、一瞬の感情でね、ちょっと、あの、あんまり。 そういう時にこう感情出しすぎないように一時おくみたいなのを注意しようと思ったことがあるんだけどやっぱストレス溜まるとねなかなか普段優しくできるもんもできなくなりますから心の余裕がないですから逆に言えばそういう人たちのストレスを抜けるような男性はすぐに付き合えるってことよそういう女性そういうことですよねそういうことああなるほどはいはいマッサージ師どうやってストレスケアするでもマッサージ師じゃないですかマッサージ師優しいマッサージ師 でも仕事でマッサージしてさっきの看護師じゃないけどさ家でもまたマッサージ大変じゃないいやそこはやっぱ男性だから区別するんじゃないですかやっぱよどの職業も家ではやらんぜ例えば料理人って家で料理作らんだろいや作るでしょ作らん俺料理人だったら作るなお前料理人じゃないからそういう発想になるわけよ。そうだな、なん結局他人事だお笑い芸人も家で静かでしょ でも俺歩と同じ屋根の中にいたらネタ合わせもするだろうし同じ屋根の中にいたらな俺一人でお笑いじゃないからまあまあまあおっとお笑いだからいやじゃ仮に二せたい住宅にしてさガタウケとブーブーケが見せたい住宅としてもいや階段で会うぐらいだからボケんだろだから週に一回とかな月に一回酒飲んだ時に会いちゃう家族の前でやるか バンドマンも家族の前で演奏しないでしょ練習とかするけどでもデモテープとか聴かしたりするんじゃない家族にいやそれ待って難しいさだってお笑いなんて人前でもやりたくないもんだからだってクラウンコトラさん家で風船作らんとて人さピエロ大きいので言うねクピエロだってピエロと違うよ怖いあそうなへえ美容医師さんは 髪断髪ああそれは最初の三ヶ月だけあ切ってくれるのが確かに詳しいなお前多分ラブラブの段階では切ってあげるんでしょうねラブジェネみたいにしょうもないドラマねラブジェネラブジェネ金ムタクそうですよね美容師でしたけ美容師でしたね。 で焼肉屋さんでも別に焼肉はやかんさおうちだそれはもちろん、うん、職業焼肉屋でもでちょっと嫁が買ってきた肉に対して文句言うだろうな <laughs> ああそうだなこれもそれが喧嘩のもとだから <laughs> でちょっと <laughs> やるなら最後までやってくるだって大将さんも家でミキシングしないからしないねタイミング嫁のサ極力置かない置かないよして嫁の音量下げたりしないでしょケンの時お家で CM いかんでしょなんでマイク通してくお家で CM 大物チョコちゃんの彼氏は何の仕事だったっけ営業みたいな感じですはお前に営業しないでしょでも営業を試されるさゴルフの ああそうか接待ね。でも確かに外面と中は全然違いますね。そりゃそうよ。外面いいのに中ではみたいな感じあります。うんうんうん。だからこのだから女性にマッサージいいと思うね。マッサージ好の彼女。うんカレシさん。あカレシ。このだから。いやいや。確かに。ツインキャスのコメントでウッチーさんまあ書いてあるからウッチーさんでもいいと思うんですけどえうちの嫁看護師やけどえ。 一切何もしてくれんよ。<laughs> ほ<ら>病気の時も何もしてくれんって書いてある <laughs> あ。やっぱり。いやこういうのはいざとなったらじゃない。 例えば倒れたりだとかさでもうちさん結婚する前はいざとなったらのために結婚しないわけでしょそうだないつも僕のことを見てくれるんならナース姿でしたいとかいう気持ちがあったから結婚したんな気持ちもあったでしょう逆にね職場に行って横島なことやりたいなっていうこと気持ちもあったでしょう足骨折してねナースでいい感じになりてんだよな 両足両足骨折ね両足骨折してそしたらだから出産みたいなでもあれよ最初は関係性良くないけど、うっせえよお前これでも中学生ぐらいのやつじゃんちょっとお姉さんだ何歳ですか26歳ぐらいお前いくつなの自分からうっせー何をババアってまだ若いんだからね全然成長してないお前何三十三のお前がババアっていうことは多分まあまあババアなんすよ ちゃんとババだ26ぐらいのナースさんなのお前はお前はだからいくつなのってお前も33だよ。痛くね痛いそこ触んじゃねえやもう元気じゃなあんた誰なのこっちの方は元気なのかしらそれは早いそれは結構ババだよそれはババあ パートナーには優しくしてくださいというそうですねどんな職業でもとりあえず優しくしてほしいですメもらっていいえすお三人さんこんばんは遅れて文先日浦添市美術館でやっているミニチュアライフ展を見に行たああ SNS でちょろちょろ見ましたねでも何を見たのか全然覚えていませんというのも会場で えー、スイの王家の末裔 <laughs> ア歩夢ファミリーを見かけてしまいましたせっかくの王家の皆様の貴重なお時間 <laughs> 絶対に目を合わせてはいけないとこそこそ隠れるように観覧しました、うん、そのため何も覚えていませんう子さんはそんな時、えー、どんな行動をとりますか <laughs> <laughs> あー唯一会場内で撮影したつばくろうつばみの写真を送ります足細ですよあー i さんに気づかれないように行動してたわけねらしょうちゃんのみますブーバーも出るい可愛いですねこのマスクつけたままでいいから一緒遊びたい 翼から見たこのツバ,ツバメちゃん <laughs> 会場内いらっしゃったんですね <laughs> 僕もね<ー>ああだからも、ま、う、あ、これで文禄さんが我慢したことによってお互いじゃなくお前は気を使わず楽しめたわけミニチュアライフテンなあそこで一回文禄さんがバレちゃったらお互い、うん なんかもう本当に人はいっぱいいるけど浮いてわかるわけよもうあのああわかわかりますねミニチュアライフ店じゃなくなるなさるミニチュア分録店だからミニチュア分録からどうやったらまあお互い気を使わずに距離を保ちながら見れるかっていう考えながら歩くんていうのああそうね。証拠はだってめっちゃそういうの人は会いたくない会いたくないです出るでしょ出るというかも多分後ろも歩く歩きますね視覚を視覚を狙ってもう絶対気づかれないように狙うからだからそこまでストレスには感じない。 チープトリックみたいな遠くにいるからあでも本当にそんな感じです証拠はストレスじゃないのそれはやられたら見つけたらつけられないように隠れるのはストレスじゃないじゃないです遠くにいるからストレスになるわけで多分近くに自分の射程範囲内にいたら大丈夫ですそうそうそれで見つけてください 見られた後のことを考えるなら、こうやって隠れながら見た方がいいと。うん、そうです。そうです。ラブホの待合室でやったら照れるよなお互い。嬉しい照れがない。お前のデモってお話し。デモにはなってない。そうだなっていいかな。じゃあ、また来週この時間にお会いしましょう。さよなら、また来週。ありがとうございました。